ジェフリー・トーマス・ブリリッチは MLB コロラド・ロッキーズの元 GM。ウィスコンシン州ミルウォーキー郡、ホワイトフィッシュベイ生まれ。ハーバード大学出身の秀才であり、自身も学生時代に野球を保守や外野手としてプレイしていた。2000年に大学卒業後はインターンとして MLB 機構で4年間勤務していた。2004年12月より、 コロラドロッキーズのフロント入りした。育成部門での仕事に従事しており、2011年から4年間は同部門のトップを務め、この間に参加の永久アッシュビルツーリスツアニ2度サウスアトランティックリーグでの優勝を果たしている。2014年10月8日、ロッキーズの GM に就任した。2017年には、生え抜きのタイトルホルダーであるノーラン・アレナドや、チャーリー・ブラックモン、 遺跡組のグレッグ・ホランドらの活躍もあり、チームを8年ぶり及び自身初となるポストシーズン進出を決めた。2018年はロサンゼルス・ドジャースに一勝者で後人を廃止地区2位に止まるも2年連続でポストシーズンに進出した。2019年にはフランチャイズプレイヤーであるアレナドと8年契約を結ぶが、翌20年にはアレナドのトレードを検討し、 あれなど本人から批判を浴びた。2021年4月27日にシーズン途中ながら GM を辞任した。打者有利の本拠地、クアーズフィールドの特性を意識し、速球派投手と質の良いカーブを投げる投手をかき集める独自色を持つ。野球の花形は保守が持論である。FA の野手補強はあまり得意ではないが、野手のスカウティングは上手で、 ドラフト開始名の選手も頭角を表している。ありがとうございます。